そうと濡れた頬を拭えば辛い過去もきっと吹き飛ばしていく。 I just can dreaming, dreaming, dreaming tired 話を聞かせて鈍い呼吸を重ねる止めないダークみたいな君と僕はこの海の底色とりどりな魔法みたいさ、まるで世界がひっくり返った。手を回し向かうネトロノーラ、これから出かけるここから、短い命出し尽くし明日へ。なりたい自分なれのライフゴーズ、うつむいちゃ夢は夢のまま、信じ心は疑わないで。風がそっと濡れた頬を拭えば辛い過去もきっと吹き飛ばしていく。 I just can dreaming, dreaming, dreaming tired。 うわーすげー。話を聞かせて鈍い呼吸重ね止めないダークみたいな、まるで世界がひっくり返った。手を回し向かうネトロノーラ、これから出かけるどこから、短い命が尽くし明日へ。生きたい自分なれのライフゴーズ、うつむいちゃ夢は夢のまま、信じ心が疑わない。おー先頭打者出てレフトエラー。埼玉西武ライオンズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発西さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほど、ね、初球もスピードボールを持っています。ここは150キロを超えてきます。インサイド変化球外れます。ストライク、に落としました。空振りです。ツーボールツーストライクです。これが5球目、打ちました。セカンド取る、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている前田。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーはダルビッシュ、そしてキャッチャーはジョーク。このバッテリーをライオンズ打線がどう攻略していくか。ボール、球が高めに外れています。ボール先行です。ファウルボール、3番の山内。ジャイアンツ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定。初球打ち、ヒットが出た。2アウトランナー1塁、バッターは DH 柳田。ライオンズこの回先制となるホームランが出ています。フォロー、インサイド外れます。
156キロがいきなり出ました。ボール2。カウント苦しくなっています。バッター落ち合い、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあこれからライオンズが守備につきます。バッターは柳田、先頭バッターとしての仕事をしたいところ。ファウルボール。ファウルになります。ボール。インコースを落としました。次が三球目。ボール。内へのボール外れました。ファウルボール。バッターアウト。バッターボックスには指名打者のライアン。千賀、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ストライク。妙なところを攻めてきます。ストライクです。155キロがいきなり出ました。ストライクゾーン。目を見送っています。さあそしてクローザー、ボール持ってきましたが外れました。2アウトになりました。3番バッター坂本、2アウトランナー1点。ボール。初球ボール。ストライク。タイミングが合いません。3球目は何で言うか。インコース上がいい当たり。打球はレフトへ。2回表に入ります。ライオンズの攻撃。バッターボックスは6番秋山。ジャイアンツ1点ビハインドとなっています。打ちました。伸びていく。どうだ。はい、ジャイアンツ。初球は何で来るか。ボール。今は変化球できました。ボールになります。ジャイアンツピッチャーが変わります。右バッターボール。はい、ストレートわずかに外れてボール。ボール先行です。打ちました。アウト。抑えてワンアウト。8番バッターはキャッチャー城島。ワンアウトになっています。まず何を投げてくるか。インサイド落ちました。これはファウルになります。ファウルボール。入れていきます。ファウル。ボール。変化球を持ってきましたがわずかに外れました。インサイド落ちました。ファウルボール。バッターここはゾーンを広げて対応してきますから、ボール気味でいいでしょう。ストライク。取りました。バッターは9番に入っている菊池。ツーアウトランナーありません。はい、プレイ。バッターボックスには代打の岡本。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。打ちました。取りました。一塁アウト。スリーアウトです。ここでライオンズ守備を変えてきました。2回の裏、さあジャイアンツこの回はバッターが始まります。落合が打席に入ります。ジャイアンツビハインドで迎える。ストライク。ボール。ありましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ボール。ワンアウト。打順は5番丸。
千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何から入ってくるか。打ちました、痛烈な打球。ジャイアンツバッターボックス、山田。ジャイアンツホームランで得点を挙げています。西さん、ここは追い上げたいですね。いや、このチャンスはね、つなぎたいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。チェンジ。3回に入ります。ライオンズ打順よく1番から始まります。坂本がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ジャイアンツ迎える最終回です。ボール2、変化球決まりません。ボール先行です。2番バッター前田、先ほどの打席で先制となるソロホームランを放っています。これは打てる感じでしたね。はい、ピッチャーの進軍の勝負。なるほど、そうですね。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。ボール、インコース。次は厳しいところでストライクを取らないといけませんね。なるほど、さあストライクしてくるか。ストライク。バッターボックスには3番山内、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。さあまず1球目、バッターこれを掴んだ、アウト。スーパージャイアンツ最後の攻撃になります。バッターボックス9度目、ジャイアンツ1点ビハインドで迎える最終回です。ミッサー最後の攻撃、ストライク。そうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。このファールボール、ドラマを作れるんでしょうか。ファールボール、スライダー作れました。ボール、ボールになりました。インサイドを打ちました。フェア、アウト、ワンアウト。バッターは9番に入っているジョーカー。はい、千賀、まずは先頭バッターボックスには代打の田村。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。ストライク、いいところへ決めてきます。ストライクです。バッター、フェア、サードうまくさばいて、アウト。ツーアウト。打順はトップに返って柳田。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。ストライク。ツーアウトランナーありません。これが2球目。ボール、バッターよく見ましたよね。はい、インコースわずかに外れてボール。フライ掴んでアウト。これで3アウト。最後いいところなく試合終了です。ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、残念ながら黒星を喫してしまいました。